皆さんこんにちは、みーこです。前回多肉フェスティバルで購入したリエールさんの苗を植え替えたんですけど、今日はタオル美術館さんの方で購入した多肉をねちょっと植え替えていきたいと思います。っていうのもタオル美術館さんの方で購入した苗はもう鉢に植わってね、土が入った状態で売ってたんですけど、鉢がねちょっとあまりにも苗に対して大きすぎるので、大きすぎるね鉢はちょっとね小さめの鉢に植え替えてあげようと思います。はい、最初はこのヒルトップ、この子もねもうしっかり根を張っててね、植え替えするのちょっとかわいそうだったんですけど、まずはねこの子をね小さい鉢に植え替えていきます。このヒルトップも本当はね、リエールさんの方で購入したかったんだけど、もうね、すでに売り切れてて、タオル美術館さんの方で、こうね、多肉を見て回ってるとね、見つけたので、もうすぐね、手に取った多肉です。でもね、あまりにも鉢が大きくって、もうね、たくさん根を張ってるんだけど、ちょっとこれだとなかなかね、鉢いっぱいにね、根がね、詰まっていかないので、もうね、ここはあっさり早めに植え替えて、こうね鉢いっぱいに根を張らせて早くね可愛く育てたいです。本当ね、なんでこんなね大きい鉢にね植えてるかなっていうぐらい大きくって、もっとね小さい鉢だったらねたくさん買ってたのになってね、すごい残念なんですよね。はい、ということで1個目はねこのヒルトップでした。札を忘れずに刺して植え替え完了です。好みにもよると思うんですけど、鉢がちっちゃい方がね可愛さがねアップしますよね。はい、2つ目の多肉はこのヒアリナ×グローブローサ、これもねしっかりね根っこ張ってますね。最近本当にもうこういう交配種が多くって、名前とかもね全然わからないような子がねもう結構増えてるんですけど、こう顔がねお父さん似なのかお母さん似なのかっていう楽しみもあるので、初めてね聞く名前とかだったらこうネットで検索してね、こう親株のね顔を見比べてどっち似かなっていうのをね調べたりする楽しみもあると思います。私的にはこの子はねどっちかっていうとお母さんのねヒアリナ寄りかなっていう感じなんですけどね、皆さんはどう思いますか？コメントをねお待ちしています。根っこをねしっかり張ってる多肉を植え替えるときはちょっとね土を少なめにして、こう後からね周りに土を入れていく感じで植えていくとすごいね植えやすいと思います。2つ目の多肉はヒアリナ×グローブローサでした。3つ目の多肉はこのマリアです。この子もね、かなり鉢がね、大きいので、小さいのにね、植えていきます。根っこもね、やっぱりね、しっかり張ってるんですけどね。さすがにね、この鉢いっぱいになるにはもうね、多分ね、来年の春ぐらいになるんじゃないかなっていうぐらい。それでもまだね、いっぱいならないかなっていう感じなのでね。まだまだね、今の状態だと、葉がね、開いてて、こうね、丸くなってないんですけど、あのね、コロンとしたね、丸いね、マリア様にね、育てたくって、もうね、まあ育てれるかわかんないけど、うん、楽しみです。やっぱりね、エケベリアは枯らしたくないっていうのがあって、一番ね、日当たりのいい窓辺に、家の中に置いてたので、やっぱりね、それがいけなかったかなっていうことで、今回ね、エケベリアはすべて、もうね、外に出してます。本当は家の前にね置くと一番日当たりもよくっていいんだけど、ちょっとね家の前だとこう人通りがあるので、どうしてもね持っていかれたら悲しいなっていうのがあって、なかなかね下のね玄関前に置く勇気がないんですけど、玄関前にね多肉を置いとってね持ってかれちゃったっていう人いるのかな。はい、3つ目の多肉はマリアでした。はい、四つ目の多肉は、四つ目でいいんだよね。このね、ピンクザラゴーサです。ピンクザラゴーサはね、この爪がね、すっごい可愛いですよね。もうね、しっかり根っこ張ってますね。結構、これ一番張ってるんじゃないかな。
ちょっとね、枯れ葉取りますね。このね、ピンクラザゴーサの、ちょっとね、こう、なんて言うんだろう。紫がかったピンク色に、こう、縁がね、ピンクになって、爪と縁がピンクになって、すごい可愛いね、この色合いが好きなんですけど、結構ね、葉は小さめなんだけど、爪はしっかりみたいなね。そんなところもね、かっこよくって、お気に入りの多肉です。このね、多肉の色合い好きな方ね、多いんじゃないかなって思うんですけどね。はい、四つ目の多肉は、爪が可愛いね、ピンクラザゴーサでした。札もね、忘れずに刺しておきます。ラズベリーアイスと、ブルーサプライズと、パールフォンニュルンベルグだっけこれいつも名前忘れちゃうんだけど。あともう一個なんだっけ、あ、そうそう、エリザベス。これはね、この4つは意外ともう鉢いっぱいいっぱいなので、このままにしようと思います。なんか9個買ったはずなんだけど、なんかね、1個足りないなって思ったら、このドドランタリスがもうね、先に植え替え終わってて、ちょっとね、枯らすの嫌だったので、先に植え替えしてたの忘れて、さっきね、思い出して写真をね、撮ってきました。ここからは、もともとね、家にあって植え替えしたいなって思ってた多肉があるので、それをね、植え替えていきます。この子は、アガベの、なんだっけ、王妃雷神錦だったかな？あのね、メルカリでね、購入した子なんですけど、思ってた以上に小さくってね、これもね、大きく育てたい多肉の一つです。よく植物公園なんかに行くと大きいアガベがあってね、すごいね、憧れの多肉ちゃんなんですよね。なんかね、植え替えの途中なんだけど、動画撮ったつもりがね、撮れてなくってちょっとね、今ね、植え替えした後のアガベの写真をね、撮ってきたんですけど、動画がないのでね、今日の植え替えはここまでになります。植え替えがね、中途半端に終わってしまったので、最後はね、このね、植え替えしたね、多肉をね、眺めながらお別れしたいと思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回の動画では、一応ね、焦がしちゃった多肉をね、やりたいと思っているので、そちらもね、楽しみにしていてください。またね、チャンネル登録してない方は、この機会にぜひ、チャンネル登録をお願いします。またね、この動画がね、面白かったよって方は、高評価もお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。またねー。